グスタフ・オスカー・アンダーソン・マム、グスタフ・オスカル・アンデション・マルメは、スウェーデンの植物学者である、南米の植物の研究で知られる、セーデルマンランド地方のストーラー・マムズ・ホーセー・ムリングで、生まれた、ウプサラ大学で学び、1892年に、博士号を得た、1895年から1901年までと1903年から1905年の間、 スウェーデンの自然歴史博物館の学芸員として働いた。1905年からストックホルムの伝統のある学校のララテンの生物学、科学の講師を務め、1911年からストックホルム教員養成学校の動物学、植物学の教師を務め、1819年から1922年まで副校長を務めた。 1892年から1894年にブラジル在住の医師アンデシュレグネルの資金提供によるブラジルの植物調査にカール・アクセル・マグヌス・リンドマンと共に参加し1901年から1903年にも単独で再び南米、特にブラジルとパラグアイを訪れた。リンドマンとマルメは南米から持ち帰った資料から出植物や 地位類の記載論文や植物地理学の論文を発表した。マルメは南米の地位類の論文やスウェーデンの地位類の論文も執筆した。万例鹿の赤名、マルミア俗名、マルメイヤはマルメの名に由来する。マムは植物の学名で命名者を示す場合にグスタフマルメを示すのに使われる。ありがとうございます。